トヨタはですね、自動車作りを通して社会に貢献するということを目的に、この世に誕生した会社だと思います。77年という月日が今経っているわけでありますが、トヨタがグローバルに拡大すればするほど支えていただいているそれぞれの地域でお役に立てることっていうのは何か、それを積み重ねていくこと、これがトヨタとして大事な使命だというふうに思います。ステークホルダーと言いますと、まず第一にやはり株主様と思います。ただ本当の意味で株主の方々に中長期でトヨタのオーナーでよかったなというふうに思っていただくためには、トヨタには大切にしているステークホルダーがお客様、従業員、地域社会などシェアホルダーに加えてステークホルダーの幅が広がってくる会社だというふうに思っております。そして私が社長になる前からずっと危機の時もいい時も社会貢献活動を続けてくれた従業員および地域社会のサポートがあったことを最近私自身も改めて気づいた次第であります。これからもずっとこの活動が続けれるような会社でいられるよう、私自身は現場をサポートしてこれからもお役に立てる企業であり続ける努力を続けていきたいというふうに改めて思います。先日もメセナアワードで30年続けてきた活動がちょうど30周年の時に表彰をいただきました。そこには30年間の積み重ね、トヨタの社会貢献活動は長きにわたりいろんな方々の笑顔をいただいているというふうに思います。この活動をしているのがやっぱりトヨタらしいねということを言われるように、今後もですね、一人でも多くの方々から笑顔をいただけるような社会貢献活動を経営の柱として持っていきたいなというふうに思っております。